はい、山寺です。今日はですね、私がですね生まれ育った港区に来ております。今日はね、駅はですね大阪港駅でおりました。この辺にですね立ち飲みとかね酒場を巡りたいと思います。はい、今ですね駅降りて、港区、昔ね繊維病院というのがあったんですけど、今なんか港病院とかいう名前になって変わってますね。そこのそっち側のところね、歩いておりますわ。築港ですね、要は築港で、この辺はちょっと酒場ですね。今から行こうと、中野酒店かな、そこに行こうと思います。お店はですね中野酒店、今から入りたいと思います。はい、今ですね、お店の雰囲気ですね、こんな感じ、ザ・角打ちっていう感じのお店ですよね。当然角打ちですけどね。私ね焼酎のお湯割りしましたんで、今からですね、お湯を持ってきていただくということですけども、とりあえず、ここまでね原液が入っております。結構量があるんでね、酔うかも分かりませんけどね、よろしくお願いいたします。焼酎のお湯割りですね。このお湯と、お湯をここに入れますね。熱々、おーっと、これはかなりね熱くなりました。これでいただきたいと思います。おー効くな、やっぱりね、これ朝効きます。朝一発目のねこの焼酎が効きますわ。もう最高です、本当に。もうねつまみはね、焼き豚かな、ちょっと焼いてもらったんですけどね、もう今から食べたいと思いますけどね。これですね、もうちょっと量あったんですけどね、今またお友達のルーさんがですね我慢できなくて食べてしまったんですよ。2枚ほどね、ひどいですよね、ほんまにね。いやそれは嘘ですけど、前食べてもっていいんですけどね。いやこの量が標準やと思われたらちょっとねお店に申し訳ないなと思ったんであれですけど、ルーさんがね2枚ほど食べましたよね。だから私はこれちょっとね、この一番大きいのを取ってあげますわ。ね、いただきます。おい、いただきます。これね、これはええんちゃう、これ分かんの、全然これはいいよ。うまっ、おいしいですね。おいしいわ、なんか煮豚みたいな感じで美味しいですよね豚ですけどね、私はね。うまいわ、うんな。なんかね、ルーさんは今緊張してあるのかな。緊張せないですね、今更ね。緊張しないです緊張しないですわ、はい、うん、いつも通りな、いつも通り、はい、ルーイズムで行きました。ルーイズムで、ルーイズムで。最近の食べログ見ませんけど、どうしてるんですか。今ね、お休み中、諸事情により、諸事情により相変わらずお休み中ということで、らしいですわ。聞くわ、これ朝からもう今ね、まだね、まあ、12時ですけどね、結構来てますわ。6時間ぐらい行こうかな。6時間ぐらい行きますかね。行きますと引っ張り回されるということですけども、ほんまに、日曜日なのにね、すごいなと思いますね。この静かな雰囲気で飲むもいいですね。もうあんまりねガチャガチャするのもまあいいんですけども、こういうちょっと静かな感じの雰囲気も大好きですね。ここはあれですか、日曜日とかは空いてるんですかね。まあ空いてるわね、今日日曜日なんて、そういうツッコミがなる、はい、日本も一人やってるんですけど、はい、ずっとやってます。あ、正月3日間ぐらいですね。あとはもう無休、総裁とかね。ああ、すごいです、はい、朝からやってあるんですか。朝9時から10時ぐらいです。まあまあ10時ぐらいだったら空いてる。あ、で夜はもう早いんですか。土日は早いんですよね、はいはい、7時から8時ぐらい、平日はだけ昔遅かったけど、このお客さんにはやめられて。ああ、そっかそっか、公安関係の人とかがあんまり来なくなったんじゃないですか。ああ、今はね、はい、ピザが来ましたね。今回は私がトップバッターで食べてあげる。どうぞ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 。まあ言うてるだけですけど、嘘ですけど、まあとりあえず、あ、取ってください。今ルーさんが取ってます。食べログ復活するのかな、ひょっとして。これ箸取った方がいいか、どうしたらいい、これ箸行こうか。箸で食べるピザ、いただきます。箸で食べるピザ、いただきますね。美味しいですね。うまっ。めっちゃ美味しい。やってる？やってる。いや。
ほんまや、森カービンだけで映ってる。あ、そうか、めっちゃ高いわ。うん、飾ってあるんです。なるほど。うまい。いやでもね、ほんまに森伊蔵なんか高いもん。今はもうそうでもないんじゃないですか。ほんまですか。でもなんかプレミアで売ってますやんか。これ何伊蔵？ん？これは何伊蔵や。わからんけど。よくわからん。急に来られたからね。どう答えてかちょっと戸惑いますよ、僕もね。うん。面白いけど。ちょっとレベル高かった。そうそう、ちょっとね、びっくりした。どうしようかなと思いましたけどね。まあ面白いですけどね。うん。いいですね、やっぱ角打ちはなんか落ち着きますね。ちょっとこういうね、静かな感じで穏やかに飲むお酒っていうのはやっぱりね、いいですね。うん。玉ねぎ卵っていうのが来たんですけどね、これめちゃくちゃ美味しそうです。注文してからね、さっと焼いていただくね、作っていただく、玉ねぎ卵、卵と玉ねぎをね、さっと炒めたやつ、これ絶対美味しいの間違いないですよ。うん。じゃあそこのね、玉ねぎ卵ちょっといただいてみますわ。これ僕玉ねぎ私好きですよ。まあ、頭も玉ねぎですけどね。玉ねぎ食べ過ぎて頭玉ねぎになったかもしれへんけど、もともとネギ坊主らしいですわ。いただきます。うまっ、うまっ、うまいですね。姉さん卵玉ねぎ分かる？大好き。これね、あるんですよ、玉ねぎの甘みがね、引き立って美味しいですね。やっぱり昔ね、僕ね、玉ねぎの卵焼き、玉ねぎをみじん切りにした卵焼きをよくね、好きで作ってもらっとったんですよ。これね、めちゃめちゃ美味しいんですよ。これもね、みじん切りではないけども、あの、あと刻んだやつね、が入っていて、めちゃめちゃ美味しい。うん。ここのね、お店の人のおすすめによるとね、ウスターソースをちょっとかけたら美味しいっていうことなんですけどね、僕は何もかけんでも食べたけど、それでも十分美味しいですね。もう最高ですわ、ここは。もうほんまにね、こういうやっぱりね、酒場っていうのはね、いいですね。うん、うん、うまい。もう飲み干しますよこれ。最高ですわ。2杯目のおかわりいたしましたね。これ入れて、これね、先お湯入れるのが普通だと思うんですよ。九州はね、多分ね、先にお湯入れるんですよ。そこに焼酎を足すんですけど、僕はちょっと逆にしてしまったけどね、まあまあいいかみたいな感じですわ。もうね、これも山寺流ということでお願いしますね。効くな。自分でなんか好きな量で割れるんでね、いいですね。そうやけども、結構酔いますよ。焼酎っていうのはもう結構きますね。やっぱり度数が高いから酔いますよ、ほんまに。今度ですね、さっきのね、玉ねぎ卵にソースをちょっとかけたやつです。ウスターソース、ちょっとこれもいただいてみたいと思います。ソースかけるって食べるね、玉ねぎ卵もうまいっすわ。うん。またね、一味変わりますよ。うん。最高ですね。もう今日はね、いい角打ちライフですね。これはもう、素敵です。本当に。素敵です。ありがとうございます。本当に。今ですね、中野酒店に行ってきました。ここはね、もうね、すごいね、いいお店でした。角打ちの中でもね、もう最強ですね。やっぱり港区いいですね。やっぱり僕ね、出身が港区だったんで、余計にね、すごくね、いいです。本当にもう港区懐かしいですね。最高でした。もうね、次のまたね、お店行きますよ。うん。なんでね、もしよろしければですね、こんな山寺ですけども、チャンネル登録していただくと嬉しいです。よろしくお願いいたします。それとね、いつもね、見ていただいている方、本当にありがとうございます。感謝です。お疲れ様でした。ありがとうございました。